はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。前回ですね、レーダーメテスクリアしましたね。で、人間になったんですけど、まあ、いつものボッコさんに戻ってます。ピンクボッコさんですね。さて、ということで、過去、お姉ちゃん誰？ここは古っかおばちゃんのお家よ。前来た時ね、この古っかさんって人がね、まあね、すごい人だったんですけど、過去ね、500年前に行き回して、過去変えてきたので、まあ、覇者戦士っていうね、まあ、船を使える、まあ、末裔なんですけどね、まあ、その実はとっくに失われてしまったので、過去に行ってね、まあ、失わないようにはしてきたんですけど、変わってますね。古っかおばちゃん、私、古っかおばちゃんにまた魔法を教わりに来たの。あら、フィーフィー、ごきげんよう、来てたのね。それからあなたは？あなたはまさか。失礼ですが、あなたはボッコという名前ではありませんか？はい。やはりついに、ハザ戦士の悲願が果たされる時が来たのですね。それじゃあこのお姉ちゃんがあのエルジュ様と一緒に、あれっておとぎ話じゃなかったの？おとぎ話のように聞かせてたけどね、あれは本当にあった話。この方こそ私たちが待ち望んでいた人よ。さあ私はボッコ様と大切なお話があるわ。お勉強はまたにしましょうね。あれ？この人ニュースに出て、あ、なんでもない。あの子は私の姪フィーフィ。賢く礼儀正しい彼女を次の継承者にと考えておりますの。ふふふ、あの子驚いたでしょうね。寝る前に聞かせていたおとぎ話の主人公が突然目の前に現れたんですもの。そう、我らハザ戦士の一族はあなたのことを語り継ぎ、悠久の時の中でその到着をお待ちしていたのです。このように大いなる闇が生まれし時、ボッコという名の旅人がハザ戦の術を求め我ら一族の前に現れる。その時が来るまでに絶対にハザ戦の術を絶やしてはいけない。父祖エルジュより500年、ハザ戦士は代々その言いつけを守ってまいりました。そして今から数ヶ月前、東の海より大いなる闇、冥王の心臓が誕生する様をこの目で見たとき確信したのです。ボッコ様を冥王の元まで運ぶハザ戦士に私が選ばれたんだと。私はこれより冥王の心臓のあるランドン山脈山頂に向かい、ボッコ様の到着を待っております。激しい戦いが予想されます。くれぐれも準備は念入り。それでは。ということでバージョン1のね、もう最後なんで、とりあえずね、まあ最後の手前までは行こうと思いますけど、そこまでモンスターとかいますんでね、こんなんいますよみたいなね。ふふふ、ボッコよ、よくぞやってくれたの。お主の働きでハザ戦の術は無事継承され、あの物草だった古川も見違えるような真人間になったわい。さて、ついにこの時が来たようじゃ。わしからはもう何も言うまい。お主がネルゲルを打ち滅ぼすことをただただ祈るのみじゃ。さあ、行くがよい。ランド山脈の山頂で古っかがお主を持っておる。頼んだぞ、ボッコ。わしはお主の力を信じておるからな。ということでね、山頂の石は持ってますので。まあ、行った時ね、まあ、登録してたんですけど。とりあえず戦士でいいかなと思って。まあ他の職業もありますけどね。とりあえずね、まあ自分が配信するタイミングでね、ガチでドラクエ10をね、何にも知らないとこから始められたフレンドさんいるので、まあその方一緒にね、クリアしましょうって最初からね、約束してたので、まあそれと、まあもう一人、まあ実況者の今ちょっと休んでる方なんですけど、まあその方とも約束してますので。あれどこだ？あ、いた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 。あ、なんだ、段差に隠れて見えなかった。古っか。お待ちしておりました、ボッコ様。ついにネルゲルの居城、冥王の心臓に乗り込む時が来ましたわ。ハザ戦を呼ぶ準備は整っております。このまま冥王の心臓にお送りして本当によろしいんですね。はい。よし、じゃあちょっと堪能しましょうか。
次回がとりあえずラスボス戦かな。それでは参りましょう。立派な湖に浮いてる。いかがです？なかなかモダンな趣でございましょう。おほほほ。あら、随分と不安げなご様子ですこと。でもこのスワンちゃんが最高のハジャ戦だとすぐにお分かりになりますわ。さあ、ボッコ様、中へ。スワンちゃん。出す人によってやっぱ違うんだね、これね。冥王の神髄を迎え前に一つだけお話しさせていただいてもよろしいかしら。冥王ネルゲルはかつてあなたと、フソ・エルジュが戦ったレーダメテスより生まれ入れし存在と聞き及んでおります。すなわち冥王ネルゲルの討伐は我ら40神にとても500年越しの悲願、どうかよろしくお願いいたします。それではボッコ様、ハジャ戦が動くよう念じてください。さて行きますか。これ絶対湖に浮いてるやつじゃん、後ろの回転してるのとか足で漕ぐやつ。どうかお気をつけてご分をお祈りしております。あら、来てしまいました。とりあえずじゃあサポートキャラ入れますね。空いてる。やっぱり来てることになってんだね。まあ、とりあえず人間とかね、もう関係なく入れられるんで、まあ、そこそこ強いの入れてきましたけど、今回とりあえずクリアする予定ないので。あ、これ、ま、もう、どうなんだろうね。お、マポレーナがいる。まあ、内部紹介みたいな感じかな。今回は。ついにここまでたどり着いたか、忌々しきエテーネの生き残りよ。やはり貴様たち、エテーネの旅はこの冥王の野望を脅かす危険な目であったな。だが、我が居城、冥王の心臓に乗り込んでくるとは愚かなことよ。貴様がいくら力をつけようとも、この死が支配する世界において我は無敵。さあ、早く我が玉座まで来るがよい。我は貴様の訪れを歓迎するぞ。冥王ですね、冥王。あれ、また会えただわね。エテーネ村のボッコ、よくここまで来てくれたもんだわ。この冥王の心臓ってとこはさ、冥王ネルゲルの野郎が死者の魂を集めるために作り出したらしいんだわ。なんでも集めた魂を食らって闇の魔力に変えちゃって、やつ自身を回復させるためのもんだって話なんよ。年代者を封印するのにどえらい魔力を使っちゃったネルゲルはずっとここで休んでたんだってよ。ほんで今はもうすっかり回復しまって、レンダーシアを封印した時以上に全開バリバリらしいんだわ。このままじゃ全ての大陸が闇の封印に落とされちまうかもしんねえって思ってたんだけどさ。エテーネ村のボッコの顔見たらなんか安心したよ。まあ、同じ顔だけどね、姿変えれますからね。ネルゲルの野郎は強い上にずる賢いやつだって評判だけど、あんたはきっと倒してくれるわ。あれ、ここじゃ光の神殿みたいに長いこと話してらんねえみたいだわ。それじゃあ頑張ってくれよ。さて、まあそうだね、ボス戦もありますしね、まあエンディングもありますしね、それを混ぜるとかなり時間がかかるんじゃないかなと思われるので、まあ、とりあえずね、こういうところの収録はできないと思ったので、まあ、回ろうかなっていう。だいたいこうラスダにマポレーナとかいますよ。結構ね、昔とかだとね、あの人の手伝ったりとか自分やってた時にこういうのとかほとんどスルーしますんで、自分一人だとね、こうやってね、好き勝手できますけど、人とやってるとね、
これやりたい、あれやりたいってね、やっぱわがままも言えないですね。他の人もね、やっぱ遠慮するので、まあ、回れる時はやっぱ一人で回って、うん。まあ、倒す時はみんなでやりましょう、みたいな感じでやってたんですけどね。一匹ぐらいだったらね、あれ対応したいんですけど、とかね。まあ、そんなことやってましたけど。乗れないさすがにね。じゃあ、とりあえず、まあ、逃さないように、こんなんあるよーっていうのを全部拾っていってね。まあ、ここの先ボスですよってとこまで行って、まあ、次回またそこまで裏で進めておきますので。まあ、まあ、ほとんどレーダーメテスなんだけどね。こんなんとかもね、スルーして言ってましたんで、まじまじと話したことないです。このぬくもりはまさか。いや、そんなバカな。この冥王の心臓に、魔物の他に生きてるものがいるはずない。こんなんとかね、人間キャラとやってるとスルーですからね、全部ね。このね、右に行けば先進めるっていう矢印ありますけど、上も行き止まりですよね。ああいうとこに宝あったりとかするんで、大体。あ、サタンメールか。これも戦いましたけどね、あんま大して強くないんでね。まあ大体、まあ今職業いっぱいあるから、パッシブ振ればね、かなり強くはなりますけど。昔6個の職業でね、振り直しがね、できなかったんですよ、一番最初。振り直しの宝珠が出たのが、発売した時なかったんで、そっからバージョンアップしてね、わっ。まあいいや、次までに道具整理しときゃいいや。真ん中ってこれなんかいないか。頭とかいましたもんね。まじまじと話すことないですね。ブルブルブル。私たちはこの冥王の心臓に囚われた哀れな死者の魂の慣れの果て。いずれ冥王ネルギルに食い尽くされ消えゆく運命なのです。ブルブルブル。その運命変えてみせましょう。お、やはり奥に宝見えますね。階段は上がれなくなってますけど。ただアイテム満タンだからな。持ってるアイテムだったらいいけど、持ってないんだったらね。お、ケンちゃん聖水。まあ、使わなくてもいいでしょ、これは。一応人間キャラの方が魔法戦士を強くしてるらしいので、じゃあ MP パスはよろしくお願いしますって感じでね。あともう片方の人が魔法使いで来るっていうので、まあ、レベルの高い僧侶連れてって自分はなんか攻撃系のでいけばいいかなとかね、まあ、思ってるんですけど、まあやり方は自由なんでね、何がいいとかはないと思いますので。多分左に何かありますね、これね。まあ随分と、まあ、ラスダンですけどね。お、宝ありました。やっぱり来るもんですね。お、現場石、貴重なものあるんでね。あと上に行けばいいので回っていきます。お、ギガントヒルズがいる。せっかくだから戦おうか、これ。戦わなくてもいいけど。まあ大体こんなん出てくるぐらいのレベルかなっていう、まあダンジョンですけどね。自分まだね、バトルマスターとか取ってないので、取ったらね、もっと強くなっちゃうんでね、まあ、全クリした後になろうかなとか思ってるんですけど、で、ある程度ね、まあ職業のクエストもやって、まだやってないのもありますんで、そんなのやって、まあバージョン2に行ければいいかなと思うんですけどね、とりあえず全クリして、全クリした瞬間2になるのかな。お、宝がありますね。メダル、いいね。
さて、まだまだ続きそうです。あの中まで行かなくちゃないんでね。魔装雲とかいる。まあ戦ってるねこれね。おう、反対にもあんのかな。光玉じゃないや、謎の光だ。恐ろしい恐ろしい、目をネルゲルが持つ絶望の釜が恐ろしい。死者の魂を刈り取り、闇の魔力に変えて食らい尽くすあの大釜が恐ろしい。お、ホワイトキングがいる。一応ね、まあ収録外では戦ってるんですけど、これはおう、あそこにいます。どうだっけ、ドワーフのガタラの近くのモガリム街道かな、なんかそんなとこありますね。あそこにいます、一匹だけ。なんか死の奴隷かなんかに紛れています。他のところにもいるでしょうけど、自分が戦ったのそこ一匹、そこなんですよ。後で見破るのまあ面倒だから戦っちゃったんですけど、また収録するときね、まあ、戦えばいいやと思ってます。こっちは何もなさそうですね。まじまじとね、ここのダンジョン回ったことないので、自分一番最初クリアした時に、クリアし、もう自分よりね先にねクリアしてた人がね、行きましょうってね、ついていってね、もう全スルーでね、ラスボスまで行った感じだったので、まあ相当昔の話ですけど、これどっちだろうな。下は、上上がってどこ行くんだ。上上がって何もないようだったら下行ってみるか。まあ、モロレーラメテスですけど、これ上、ここで合ってんのかな。この螺旋階段を上がった先、かなり気になる宝箱があるんだけど、体のない俺には開けられないんだ。うん、かなり気になる宝があるって。じゃあ先そっち行けってか。あ、いけんのこれ。あ、いけんのか。かなり気になる宝がある。4の島、3の島。ここで合ってんのじゃ。いや、そんなことないな。降りて、なるほど。一本道だ。お、ドラゴンの骨。ドラゴンの骨。これって、どっちだろう。とりあえず上がればいいんだろうな。とりあえずもうこういう直線はね、まあ、今までもそうですけど、すべてカットしていきますので。お、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 なんか面白いのいいんじゃん。まあ、前倒したけどね、ギガンテスはね。面白いけど、まあ面白いから倒そう。もう押したってこんな動かないからね。一撃のもとに、神殿レーダメテスは冥王の卵なり、死者の魂を食らい我らの王を生み出して後、神殿は王の宮殿となるだろう。うん、お宝発見。もういいね、世界中の、まあドラ系はね
裏調べるの大変じゃない、大事なんで。ということで、もう一箇所の、はい、細い通路になりますね。憎い憎い憎い。俺を殺した魔物が憎い。俺を閉じ込めたネルゲルが憎い。俺が死んでいるのにまだ生きている全ての奴らが憎い。ああ。なんかありそうだけどね、こういうとこもね。まっすぐ行ったとことかなんかあんのかなーみたいな感じはするけど、右行ったらね、正解ルートなんで、なんもないね。ありそうな気もするけど。宝発見。ここは、どうなってるこれ。あ、なんかいんな。お、魔王の使い魔王出てきました。これ初だね。そうだね、なんかボーンファイターっていたじゃないですか、これの色違い。それいるってことはこれいるもんね。ってことは、あと、合ってないのヘルクラッシャーか。あ、強いね、あれもね。灼熱。まあ、初の敵はね、とりあえず戦いますんで。まあ、初じゃなくても戦ってたけどね、ギガントフィルズとかなんか面白そうなのは出だしちゃいましたけど。はい、先ほどの黒い宝。まあ、大体満タンになっちゃうかな。お、賢者の聖水。おう、おう、おう、なんかいる。これ、戦ったっけ？これ、紙ですね。まあ、紙ってのは、柔らかいっていうね。はい、読み破っとこうか。うん、ハイブサギリとかでもダメージ出ますよ、これ。そっちの方がよっぽどいいんじゃないかな。ギガスラッシュはなんか、固定ダメージみたいなとこありますからね。ギガスラッシュも200、あ、MP パスタ使わないと無理だな。これってどこにいるの？え？三の島仮想。三の島仮想。これなんかあんだっけ？なんかあんなこれ。お、宝の部屋じゃん。3つ入ってんのか。あともうあそこに行けばもうクリアなんで、まあクリアっていうか、まあここの冥王の心臓はね、とりあえずは終わりかな。寸前まで行きますけど。なので次回はね、そこからスタートしたいと思いますので、メンバーもね、ちょっと変わってると思うんですよね。ここまで来る作業をしておきたいと思いますので、まあ一通りね、とりあえず、まあ、ハジャ戦士とね、まあその下りと、この最後のね、冥王の心臓の、まあ道ですよね。何が起こってるとかね。
まあ、今回そんなんでしたけど、次回はね、とうとう戦いになりますんで、まあ、ここまででかなり時間使ってますので、絶対入んないなと思ったんで、2つに分けようと思いましたね。もし戦闘が長いようだったらエンディングとかも分かれるかもしれないけど、まあ1個に入れたいかなっていう自分のありますので。うん、そうだね。まあこの先ですね。はい、ということで、まあ今回ここで終わりましょう。はい。ということで、道筋ですね。あとはもうあったとしても一本道ぐらいなんで、もうすぐなんでね。まあ、ここからやっていきたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけると、すごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。